我が名はピエル・カルロ、異界の都にして星の賢者。めっちゃ喋った。異世界から追放された我はこの姿として再び生を受けてから色々と考えていた。いきなり語り出したぞ。貴様に我の力の一部をくれてやる。あの日 B ちゃんと出会い異世界へ行った日から僕の日々は少しずつ変わっていた。佐々木先輩、最近すごいいい感じじゃないですか。ペットをね、飼い始めてさ。ペット、あなたどこの異能力者？異能力者、自然発生的に生まれる魔法使いのような存在をそう呼ぶの。我々の組織をよく思わない人間は多くてね。わしらの組織に興味はないかい？それからは異世界とこちらの世界を行き来して商談を重ねたり、未知の料理に舌鼓を打ったり、 B ちゃんから魔法の講義を受けたりした。大したものだぞ。誰だって死ぬ時は一人きりだ。生きているうちにせいぜいやりたいことをやっておくべきだと思う。社畜などしているとことさらに強く思う。佐々木さん、佐々木よ、おじさん、佐々木先輩、佐々木君、佐々木殿、では行くぞ。佐々木と B ちゃん。